は個性的なキャラクターいるよね。ブルブルさんとかさ、ポストマンとか。あら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 よっ、当たんない。ちょっと待って、板折れちゃったよ。私乗せて何で立て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 、なんかいっぱいある。欲しい欲しいぞ欲しいぞ。いやでも溺れる。諦めるか。諦めなーい。バレてないっぽいですね。はーい、ペロペロ暗黒者でーす。ということでジャッポー、行ってみよう。早速だけど北西に向かってレッツラゴー。あの塔だね。ナスカも地上へある。ね、待って、一回あの塔行ってから、パラセールまだ開いちゃ早いよな。どっちの方が、いや、この普通に落下した方が遅い。あ、でもあれか、あんま動けないから。あれ、橋のふもとになんか新聞社がどうのこうのみたいなあったよね。どっち走って、あっちかな、あっち行ってみようか。よし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 、そっちで行こう。大丈夫大丈夫か。ここら辺で、あ、キタキツネ、キタキツネじゃないよ、キツネいる。オッケー、キツネちゃんごめんね。獣肉、ん？なんかあった今。キノコか。てかあれだね、空通っちゃうと祠通らないから。なんかいろいろ当ててみようか。リンゴ？リンゴ？あ、ボーンっつって。燃えた？あれ？あいつ爆薬持ってた？ポカポカ。ポカポカの実。ゴーゴーだけ。あんま変わんねえ。頑張りだけ。これどちらかすると材料だもんね。あれだな、ほこら、いくつかスルーしちゃったかな。なんかこの辺あったよね。まあいいや。あと、あんま空まだ行く機会ないね。てか、空見ないよね。まあ、地底の中も見ないけど、空も見ないよね。もう、ほんと、やべえわ。ワクワクするわ。あれ、お前は、お前はまた、あ、しかも高さちげえし。面白いなぁ。マジか。そういうことね。わかりました。もういいよ。話しかけないから、もう。だから、あれ？僕ついてる？話せる？ああ、話せないわ。え？じゃあこれでいいんじゃない？これじゃダメ？動いちゃうかな？カバンだ。あ、君は、この前は手伝ってくれてありがとう。僕はここにも榎田社長じゃなかった。看板を立てるために頑張ってるところだよ。ただ、このままだと他の看板を立てに行けないんだよ。どうしたらいいんだろう。手を離してみて。何？もしかして君が支えてくれるのか？よし、手を離すぞ。許されざることが起きてしまった。いやさ、ゼルダの伝説ってさ、榎田社長大丈夫ですか？やっぱり僕が支えないと。ゼルダの伝説ってほんと個性的なキャラクターいるよね。ほんと私、なんだ？ブルブルさんとかさ、ポストマンとか、ほんと好きだわ。あ？畑の桑、土を掘り起こし、畑を耕すのに使われる道具、農具。畑仕事に耐えられるような丈夫な作りをしており、使いようによっては十分武器になる。うわー、いろいろしてあるけどどれがいいんだろう。動いちゃったもんね。え、でもさ、単純にさ、薄いのこれ はめればいいんじゃないの。あ、まだあれ板、あれ一個はまるかな。なんかそのうちなんかすごい距離とかなってそう。
こう、こうして、間に入る？ん？エスパン。ちょっとダメかな。やっぱこう？ええ、もう要は止まればいいんでしょ。止まればいいんでしょ。頼む。来た。立っている。すごい。支えてないのに立っている。今のうちよ。君は天才だな。こんな方法があったか。そうだ、今のうちに看板を固定してしまおう。そうだよ。よし、できた。はい、オッケー、素晴らしい。んで、やっぱくれなアカルビーね。なんか、また、宿泊の券。あ、お弁当もね。はいはいはい、山菜おにぎりね。と、もっとお礼したい。券がもらえる。あ、コレクション、爆弾もな。おぉ！これさ、でも、ずーっと続けていけば、そのうち、いい報酬もらえるのかな。え、でもさ、これ、たまたまだったのかな。他の場所行っても絶対いるのかな。祠があるな。橋、高いところ登らないとわかんないよね。なんだあれ。ん？リスか。かわいい。かわいいって言って、あれ？しゃがみながら意味。うん。ごめんね。どんぐりか。うん。あそこの祠ぐらいならいけそう？ハイラル草。遥か昔から今の姿を教えたとされるハーブ。生命力に満ち溢れており、料理に使うとハートを回復させる効果がある。あの、ハーズの最大値を上げるさ、なんだっけ、金のリンゴとかさ、あの辺が欲しいよね。あれつか、あいつら写真撮ったらどうなんの？あれ写し合わせよ。待って、なんか、ああ、よいしょ、びっくりした。おい。そういえば写し合わせ？あれ写し合って L で使うって書いてあったけど。あれ？そういえばさっきさ、これ地底で使えなかったよね。あ、いや、違うわ、こっちだ。全然いいわ。なんでもない。勘違い。写し絵でさ、ズーム。これで認識するかな？しないか。え、自分を写す。自撮り。自撮りできるよ。景色を写す、アルバム。いや、別に図鑑乗らないね。バレた。この高さはちょっと厳しいか。いや、いけそうじゃない？よっ。よし。衣装打軍の祠。なんか前は、なんか、なんちゃらかんちゃらで、なんか、区切られてなかったっけ？名前。底なし沼、足を踏み入れると体が沈み込んでいってしまう、なんちゃらかんちゃら。風を生み出すもの、衣装具団の祠。扇風機、ステージ？え？風を起こしてどうすんの？あ、パラセールか。
上昇切るってことだよね。オッケーオッケー。にゅ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 。なんもない?宝箱とかは?特になさそう。もうあそこゴールだもんね。普通にイカダでいいのか?これでいける?自分が乗っちゃダメ。これ反転させて、こう。あら。もうちょいもうちょいもうちょい奥。乱暴。これでいける?はい。あら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 。回転切り。やりだとできない?普通に。よっ。当たんない?ちょっと待って。板折れちゃったよ。板折れちゃったよ。爆発した。板壊すんだこれ。こっち向いて。はい。こっちリンゴ。わかった。ちょっとまだ行かないでね。よしあれなんだろう。宝箱。これ取れる?あ?重さで下に行っちゃう。あれでもこれくっついちゃってるから外せないよね。これぐちゃぐちゃぐちゃってやってもだよね。で扇風機が2個、板が1枚。板はめていけるかな。どうだろう。難しいね。あれでもさ、結局俺はこっから登らなきゃいけないわけでしょ?ねえ。これでとりあえず私は登れる。登れるようになった。ああ、戻り子使えばいけるか。そしたら、こっちじゃなくてこっちから行こうか。手前に来てくれない。普通に回転して、あれさっき回ったよね。あれこっちか。宝箱引っ張るんだ。 OKOKOK、 綺麗にいった。で、しばらくこうし、いや、これいいか。この状態でこうして、で、戻れ子でどれぐらい記録してくるんだろう。戻れ子。はい。よろしく頼みます。はい。よし。素晴らしい。ここは扇風機上がんのかな。これいけるか。あれでもあれくっつけられる。あ、くっつけられるわ。いける。なんか剣ここでいいよ。はい。
一個じゃきつい？こっちでこっち向いてこっち向いて、ほい、二個。ああ、いった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 。いや、ちょっと待ってよ。だから私乗せて。電源切るってできないよな。これずっとスイッチ入ったまま？止まんねえ。あれじゃね？あれも戻り子すればいいんじゃね？ね、素晴らしい。はーい、これあれか、風の力じゃなくて普通にもしかして戻り子の力で戻ってる？オッケー、なんもないね。いにしえのジャオ封じ浄化せしむんたらかんたら、よくぞこの際はお前たどり着いた。スキップしちゃおうか。でもちょっとこの時間ってちょっと休憩できる時間だから、お水飲んだりしたい。祝福の光が三つ目。祝福の光はそなたの力となるであろうって、なんか後ろに文字書いたんだね。さようなら。洞窟の気温、洞窟や井戸の中では外の暑さや寒さをしのぐことができる。で、あるある、どっから来たんだっけっていう。こっちに行くのね。いやー、パラセールあってありがてえわ。あ、なんかあるじゃん。もう寄り道ばっかしていこう。なんか敵っぽいあれ。ほら、ほら敵っぽい。殴れるかな。全然カッチカチ。ダメだ。いや、燃やさなきゃ。投げちゃった。まあいいか。お、逃げてった。えいえい。お。止まってる。なんなら隠れる。お、バレた。おなん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 。あいつの名前何なんだろう。小鳥の木の実、小鳥が好む小さな木の実、そのまま食べてもほとんど効果はないが、料理に入れるとスパイスとして使われる。クワじゃダメか。やっぱ斧かな。動くね。何もないね。あ、ここも資材置き場か。船だね。ん？何あれ？爆弾？敵？あ、敵だ。オクタロック？何で？立て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 。おい！アイテム、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 アイテムちょうだい。オクタ風船、オクタ族の浮き袋、強い浮力を持つためこの風船をくっつけたものは宙に浮き上がる。矢につけて飛ばせば狙ったところにつきやすい。敵がいる、敵がいる。バカ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 。ちょ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 、クワじゃない、クワじゃない。盾、盾装備して、あなた盾装備して。
早いなあいつ。でもこれアイテム取れねえな。ちょっと流れが早いもんね。なんかいっぱいある。欲しい、欲しいぞ、欲しいぞ。いやでも溺れる。諦めるか。諦めない。オクタの目玉。オクタ族から得ることができる素材。動くものの方向を向く性質があり、矢につけて命中率を上げるために使う。あ、なんか目玉系はみんな入れるバス。遥か昔から姿が形が変わらない一般的な魚。そのままでも食べられるが、調理すると回復効果も大きくなる。なんかそういう系はみんなあれだね、目玉系は敵追尾なんだね。いける、いけるね。よし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 。いやー、やっぱスタミナ欲しいな。お、カロク橋。あれ敵じゃないよね、なんか。ん？寝てる。え、敵？リンゴ取れない。取れる。焼き入られるだけ。入られるだけの素焼き。味も香りも格段に良くなって、ハートの回復にも増えた。え、でもこれなんかバレちゃまずい気がするんだけど。このぐらいのスピードでいけるかな。なんか持ってるよね、アイテム。頭刺さってるけど、なんか大丈夫あれ。夜だから寝るのかな。スルーしてよかった。よし、ちょっと遠くからさ攻撃してみようか。あ、なんか光ってる。あれ迷いじゃない、あれ。もういきなり矢で狙うっていうね、悪いやつ。あ、逃げちゃうかな。あ、ムルピー落とした。ちょ、緑ルピー、初緑ルピー、1ルピー、緑色に輝くルピー、ちょっとだけ嬉しい。青ルピーもある、5。青く輝くルピー、そこそこ嬉しい。あれ、あいつは？あ、いたいたいた。だからさ、あれにさ、目玉つけて、えい、起きたね。BGM 変わった。起きたね、起きたけどバレてないっぽいですね。あ、また寝るのね。おー、うっすい。バッタン。洞窟。本当に迷うなんて生き物が洞窟にいるのかね。迷いって。うわ。驚かすなよ。心臓飛び出るところだったぞ。ん？もしかしてあんたも迷いを探してるのか。そうです。やっぱりあんたも頼まれたんだな。迷いってのは洞窟にいる生き物らしくて、なんでも青白くて壁にくっついててすっげえ不気味なんだってよ。俺は北東のオルディン地方にある森の馬宿にいたちょっと怪しい二人組に、その迷いが落とすものを探してほしいって頼まれたんだけどさ。で、あんたも頼まれたんだったな。結構いいお宝と交換してくれるみたいだから、美味しい話じゃんって思ったんだけど、洞窟の中なんて何がいるか分かったもんじゃないし、でもお宝は魅力的だし、どうしよっかな。なるほど、北東ね。え、なんかいないもん、敵。あれは、魔物じゃねえ。なんか薬か。あ、ライクライクいるわ。
張り付きトカゲ。吸盤状の手足でどんな壁でも登っていくトカゲ。煮詰めて吸着する成分を凝縮するコツで、滑る壁面を登りやすくなる薬が作れる。へえ。あれね、最初のチュートリアルの時にね、滑って登れなくて死にまくったもんね。ライクライク。妖精？え？え？どうしようか、武器が食うわ。じゃあこちらからいきます。では、はい、あーん、あーん、あーん、あ、そっち行っちゃう。じゃあまた、また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 まで、そこで無理だから、こっち、こっち、もう一体、もう一体、うわい、あー、はい、こっち行こう。はい、スキャイスパニッシュ、スパニッシュ、よしよし、壊れちゃった。はい、あー、はい、あー、待って、武器じゃなくて、武器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 、こっち、こっち、こっち。なんか、あ、これ攻撃力高いね。で、こっち、はい、あーん、あーん、で、はい、スパニッシュ、オッケー、まだいける、強いね。はい、弓が壊れた、弓壊れた、弓壊れた、はい、あーん、待って、弓が壊れた、めっちゃ、はい、あーん、あれ、弓2本しかねえ、はい、あれ、武器は壊れた。隊長エッジ。弓ないよもう。ラスト1本。はい、あーん。よいしょ、あれ耐えてね。弓あった。もらった。いただきいいの。はい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 。ライクライク。すごい開け方。琥珀。あれってもう一個ぐらいなかった？あったあった。落ちちゃったよ。ほい。よっ、あの右の光ってるの魚か。兵士の盾、かつて城を守る兵士に支給された盾。木でできているので軽くて使いやすいが、火がつくと燃えてしまうので注意。防御力高いね。あれ狙える？おいった。明かりホラウオ。暗い洞窟の中に生息する発光する魚。その光る酵素を含んだ料理は食べたものの体を光らせる効果がある。あ、地底で役に立ちそう。これは普通に取れる。時間止まるからね。あ、なんだあれ、なんだあれ。もうああいう系はさ、普通に矢でやっちゃった方がいいのかね。ねえ、ほい、張り付きトカゲ。え、カエル、カエル、カエル。あれ、さっき撃ち落としたカエルはどこ行った？カエルじゃねえ、トカゲは。カエル、カエル、カエル、カエル。流れ出ちゃったかな、あの辺りとかね。あの辺り爆弾で一掃できないかな。あ、あー、オッケーオッケー。爆風がでかすぎてわかんない。そして落ちてくる爆弾。ちょ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 。ない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 。え、誰誰？何あいつ？ちょ待って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 。はい、たかけたかけたかけません。あいつ何？ウェイ。ウェイじゃない。スイッチ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 。あ、溺れ死んだ。サビちゃん、襟付き長棒。樹木の枝を切り落とした長い棒、まっすぐな形状を生かして突き刺す武器として使える。と、ホラブリンの角。前後に伸びたハンマー状の角、前面が最も硬く、武器につけると攻撃力が上がる。虫と一緒に肉を薬の材料にすることもできる。あいつ天井にいたよね。びっくりした。
くりした。ああ、カエル欲しいな、あれ。爆弾。起動。オッケー。薬、あ、みんな、やらかい焦げちゃって。焼きホラウオ、赤いホラウオを焼いた料理。もともと身が崩れやすい魚だが、焼くと口の中でホロホロと身がほぐれてとても美味しい。焼けちゃうとあれだね。材料できないね。カエルが、みんな死んでる。ごめんね、ごめんね。ガッツガエル。暗く湿った場所を好み、あまり姿を見せないカエル。肝が持つ成分に代謝を活発にする効能があり、薬にすると頑張りゲージが限界を超えて、増える。ああ、それ欲しかった。いやね、限界超えるアイテム、いいよね。超嬉しい。オラオラオラ。もう、ほんとリンクのポッキョはどうなってるのかっていう。あそこにも滝壺が。お、なんかまだあるね、いろいろ。ジャンプ。光だけ洞窟に入る光る酵素を含有したキノコ。料理に使うとその発酵成分で食したものの体がぼんやり光る効能を得られる。はい、ゲチ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 、どんどんゲチ。あんま流れ強くないっぽいな。滝下あそこも行きたいけどね。ね、ああいうのとかさ、だから爆弾をさ、ついつい矢がねえよ。どうしよう。爆弾投げられる？ほっ！あ、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。焼けちゃった。ホラーを焼けちゃった。こっちは？ほい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 。ほい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 。滝壺。宝箱。なんだろう、こう。なんか祀られてる感じするけど。ほい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 。ちょ、取れない。白い宝箱だね。お、クライムグローブ。壁登りスピードアップ。素晴らしい。古代の技術が使われた壁登り用グローブ。指先が滑りにくく力を込めやすくなる性能を持つため、軽快に崖を登ることができるようになる。いいじゃん。これの腕？上着？いいね。3段階まであるんだ。壁登りスピードアップ。え、超いいじゃん。いいもんもらった。白い宝箱はレアなのかな？いや、やっぱね、寄り道すると、いろいろ攻略アイテム手に入るからいいよね。ちょ、残れなかった。よし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 。あ、で、あいつが、噂の。待って、矢がねえわ。どうしよう。物投げるか。矢がねえもんな。こういう系はないっしょ。爆弾投げても仕方ないもんな。待って、爆弾持っちゃった。ほい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 。ほい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 。ほいほいほい。どうしよっか。する。ほい、お魚。よっ。あら。矢がねえよ、矢が。これ投げちゃう？よっ！ちょい！あ、ちょちょちょ、武器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 。いきなり攻撃力高いやつで行こう。ほい。あ、ちょちょ、あ、いったね。で、あの子。落とし物はいいんだ。なんか逃げてく子。見失った。でもあれはいいのかな？よっ。よっ。無理だ。ちょ。あそこ上がりたいけど、これあれかな、地上があるよっていう合図。
じゃあ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 、そういうことだ。にゅむにゅむにゅ、おースポン。いやむしろ逆にここから落ちてくればすぐこれだっていう。あの家のマークは、あ、クリアしたよってことなのかな。あれどっちから来た？塔がないからわからんね。でもここでいいのかな。お、いい時間だ。じゃあこの辺にしましょう。本日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。以上、暗黒者でした。バイバーイ。ペロペロー。